おはようございます。宇都マラソンの阿部です。実は今ランニング中なんですけども、もうビデオブログはいつでも上げれるのでここでやっちゃおうかと思っています。今日はですね、まあいろいろ考えながら走っちゃうんですけどね、なんかいろいろ取り留めもない考えが降ってくるみたいなところがあるんですけど、今日は子どもの教育について、まあ大それたことを考えてますが、今塾とかね、クモンとかそろばんとか習い事とかいろいろやられてる方も、お子様にやらせてる方も結構いると思うんですけど、なんか僕実は子どもには絵を習わせたくて、ちょっと思ってます。なんか学習塾とかそういうのよりも成績悪くてもいいから絵描けるようになってほしいなと思ってて、なんか白い真っ白な、キャンバスにですね、自分でこのゼロから、絵を描くというのはいろいろな面で訓練になるんじゃないかと、思っています。これ前にですね、今は株式会社リグナという名前に変更されてますけど、インターネットで家具を売る、会社の社長さんの講演を聞いたことがあるんですけど、まあ、彼は子供にはぜひ絵を習わせなさいっておっしゃるんですよね。それはちょっと同感かなと思ってまして、そういうことを今日は考えながら走っていました。そろそろ自宅に戻ります。今藤沢橋です。以上です。